その一端を文化面、そしてこの地域でさまざまなお仕事に就かれている方々とともにですね、盛り上げていくことを私たちも尽力していきたいかなというふうに思っております。今日ご参集の皆様のますますのご繁栄、そしてご発展を記念するとともに、私どもこれから手を携えて文化面を通じてこの地域の盛り上げに貢献してまいりたいということを皆様とお約束しまして、お祝いの言葉に返させていただきたいと思います。本日はおめでとうございました。ありがとうございました。最後に旧古川庭園内にある洋館と茶室、茶庭の管理をされている公益財団法人大谷美術館常務理事大谷美代子様よりご挨拶を賜りたいと存じます。大谷様、よろしくお願いいたします。本日は旧古川庭園100年記念のオープニングフェスティバル、誠におめでとうございます。私は今ご紹介いただきました通り、この後ろに見えております洋館と、それから池の東側にございます茶室の運営管理を行っております公益財団法人大谷美術館のものでございます。本日は庭園の100周年でございますが、この洋館も庭園の完成の2年前に竣工しておりますので、100年を超えてこの場所にこのままの形で変わらず存在しているということになります。建築したのは鹿鳴館を建てたことでも知られるイギリス人のジョサイア・コンドルです。明治政府が欧米の先進技術や学問を取り入れるために招き入れた、いわゆるお雇い外国人で、25歳の若さで工部大学校、現在の東京大学の建築学科の教師として活動を始めます。コンドルはその後長年日本に滞在し、日本文化に傾倒し、日本が大好きになっていきます。建築だけでなく、日本画、いけばな、そして日本庭園に関する書物も出版しており、コンドルの描いた日本画や着物を着て日本舞踊を踊る写真なども残されております。そして、日本人の奥様をもらい、眠っておられるお墓は護国寺でございます。この古川邸はコンドルの最晩年の作品になります。コンドルの最後にたどり着いた境地とも言えます。この建物の特徴は、洋風建築でありながら和風設計を取り入れ、非常にそれをうまく調和させている点です。例えば2階は和室や仏間がありますが、純粋な和室で洋風な部分は一切なく、扉も二重に襖とドアを設置しています。和洋折衷という言葉がありますが、そのように混ぜ合わせた部分はなく、互いに尊重し合った和と洋の調和です。大谷美術館といたしまして、この屋敷を公開し始めましたのは平成元年でございますが、それに先立ちまして東京都様と大きな修復工事を6年にわたり行いました。修復の際に一番気をつけたこと、それは京都大学に残されていた図面通りにオリジナルにとにかく忠実に修復するということです。使いやすいように改良したところはございません。例えば本日は実は貸し切りで結婚式が行われているのですが、間取りを変えて大勢のパーティーができるようにはしておりません。50名様しか入れない特別な空間です。ドアノブですとか窓の金具など細部に至るまで当時のままを心がけました。この建物そのものが芸術品であるというコンセプトのもと、1時間のガイドツアーとして館内をご案内しております。異なる文化を学び、愛し、尊重する姿がコンドルの最晩年の作品、最後にたどり着いた境地である古川邸に表されていると思います。庭園も7代目上地による日本庭園と幾何学模様の洋風庭園が見事に調和しています。国際社会においてこの精神は非常に大切なことだと思っております。しっかりとこの姿を後世に伝え、社会貢献できるよう努力してまいります。最後にこの庭園を愛するすべての皆様とともに、これからのさらなる100年が素晴らしい旧古川庭園であり続けますよう記念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。おめでとうございます。
大谷様、ありがとうございました。それではご登壇くださいました皆様、前方のカーペットの方へお越しください。これから多くの皆様のご協力をいただきながら100年記念事業を開催してまいります。ご来賓の皆様を代表して今からご紹介申し上げる皆様とご一緒にくす玉割りを行いたいと存じます。恐れ入りますが、ただいまよりお名前をお呼びいたしますので、ステージの前方のカーペットにお並びください。重要無形文化財保持者で人間国宝であられる金工鍛金家奥山宝石様、北区飛鳥山博物館館長野尻博之様、古川林業株式会社代表取締役社長古川純一様、古川機械金属株式会社代表取締役社長宮川直久様、公益財団法人北区文化振興財団事務局長石山康史様、公益財団法人神野博物館館長東武様、旧古川庭園内にある書庫を設計された建築家葛西万治様のひ孫でおられます葛西はじめ様、東京都東部公園緑地事務所所長大藤和彦様、皆様お揃いになられましたので、まずは記念撮影をさせていただきます。どうぞ写真をお持ちの方、前の方来て写真をお撮りください。